動いた。よかったよかった。これ大丈夫かな。映りすぎ。もうちに言われたらいいじゃん。あ、あれしてるから。え、でも、いけるかな。ただいま帰りました。動いた。あんな楽しい話してたのに。どっからなかった。みんなどっから聞いて、受けますかね。やってみて。ギリ。お、高さはないけど。まあもう菅原今日ほぼ顔つってないんで、うん、ラジオだと思って聞いてもらえれば、うん、無理だ。無理だった。めっこさんちが映っちゃう。いっぱいもう映ってるよ。なんかもう余計映っちゃうからこうやってよ。焼肉宣言までしか聞いてなかったらしい。じゃあ菅原たちの年齢の話し聞いてないのかな。ああ年齢聞いてないんだ。指針もらったで終わってるらしい。聞こうと待ってた。え、だからあれでしょ、焼肉、いや楽しいところが焼肉みたいな話。うん、ああそこ、まあまあ、うん、範囲内。うん、また携帯が熱くなっちゃった。で、年齢はまだだったらしい。あ、そうだ、まやちゃんとどんちゃんがそう、同い年。同い年っていう。で、まいこさんはちょっと違和感を感じたらしい。違和感だよ。ピンと来てないらしい。ピンとこな。なんで携帯こんなバグってんだろう。容量。いや、私より新しいはずだよ、携帯あなた。え、何でしたっけ、めっこさん。13じゃなかったっけ。それは12です。12か、じゃあ一緒だ。12だった。見えてるようだって。何が。髪の毛も見えてるんだが。意味な、何だとは今まで。髪の毛、でも暗いから分かんないんです。暗いから分かんないんです。あぶねえ、言っちゃいそうになっちゃった。あ、ここで見たらさっきと全然違う。あれ、今すがらかぶってるところかぶって入ってきたけど大丈夫だったかな。やばい、鼻の中もって言われた。さっき結構ギリギリだった。だってバレないように気をつけて。はい。悪いことしてんの。悪いことしてる。優しいね、みんな。みんな本当優しいんですよ。わかる。まやちゃんのファンの人ってすごい、まやちゃん甘やかしてるイメージある。みんな本当に優しくてめっちゃ甘えちゃうんです。すがら本当にいい人たちばっかなんですよね。だから頑張らなきゃ、みんなのためにね。うん、みんなありがとう。いい子。サイコさんの最近の口癖、いい子。カンタ本当いい子。でも昨日の生誕祭見てなんかめっちゃ泣いてる人いて、うん、多かったじゃないですか普通に。いや、みんなやめると思ってるから。え、でもすがら一瞬、うん、えって思った発言ありましたよ。思ったっけ。なのでみたいな説明してたからでしょ、うん、私が悪いなと思った。でもダメだよ。でも何を言っても何を言ってもみんなそう言うのよ。でも一瞬すがら、あ、じゃあ今日までって思っちゃったもん。え、この後するのかなとか思って一瞬焦ったけど大丈夫そうで安心しました。なんかやめるときにはさ、うん、もう今じゃあその泣いちゃう人がいるってことが、うん、やめちゃダメなんだって思う。うわ、かっこいい。だからやめるって言ったときにそうだよね、お疲れって言ってくれるまで頑張るんだけど。かっこいいとか言ったら一瞬言わねえとか安いんだ。永遠に泣き続けよう。すがらが永遠に泣き続けよう。そうだよね、お疲れって言ってくれるときじゃないの。もうだってやめるって言ってびっくりされるような時期は終わってるもんね。いや、でもいつやめても終わってるって言ったらあれだけどさ、うん、いるじゃん、えっもうやめんの早みたいな。ああ、今じゃないでしょみたいな。誰が見ても今じゃないでしょみたいな。確かにそういうのではないかな。
え、でも一時期はそういう時にやめたいなってずっと思ってました。でも吐かないよね、そういう時にやめ吐かないよ、いいよいいよ、なんていうの。やばい、ね、ズガルたちがよく話すよ、普段こういう話するじゃないですか、うん、普通にショールームで話してんの受ける、ね、本音だよ、ショールームってショールームでこんな普通になんかマジで定点カメラって感じ。そうだね、楽屋だよね、マジでマジで楽屋。まいこさんとはこういう話もするんですよ。で昨日そうやって本音を話してくれるんだよ、みんなが。そう、あんまイメージないんじゃない、みんな。まやちゃん、まやちゃんのファンはあるか。すばらのファンはあるんじゃないですか、わかんないけど。いや、あるだろう。どうなんですかね、で、スガラの本でも聞くことあんまないんじゃない。あやちゃんのファンの人は分かると思う。てか時差すごすぎて無理、コメント追いついてない。すぐコメント欲しい。いやもう、でショールームとかで、それでこそマイスコさんとかもそうだと思うんですけど、うん、基本的にその生誕祭とかでしか真面目な話しないかも。もう恥ずかしい、生誕祭むずがゆいもん。ダメダメ、じいさんマジ無理。むずがゆい、むずがゆい、かゆいですよ。なんなの、みんなコメントしてくれてないのはなんで。あ、むず、みんな聞いてんじゃない、コメントに困ってるんだな。どんなコメントしたらいいのか、結構セキュラに話しすぎてコメントに困ってる。うん、もう、ループしててスマホの話2回聞いてたわ、だって。それはそっちがバグってんじゃなくて、どっちなんだろう、なんかコメントしづらい話題だからです。だって、でもまいこさんとはね、こういう話好きにコメントしない、好きに、うん、何でもいいよ。まあ、でもみんなね、そのネットっていうもののあれをちゃんと理解してんじゃない。確かに、でも本当に、でもこんなさらっと言うから反応しづらいだって。まあそうだよね、でも普段からマジこういう話するんですよ、まいこさんと。でも思って、聞きたくない人もいるかもしれないけど、確かに、確かに、確かに、私やっぱアイドルは美学なので、アイドルは美学なので、美学なので、 B。 でもそれならマジ本当入った時こんなことまいこさんとかとこんな話すことないと思ってた。ほんと、なんていうの、真面目な話を。同期とは話すの。いや、同期こそ話さない。話さない。うん、いや、そうだよね、わかるよ、あんま話さないよな。遊ぶけど、こんな普段の真面目な話をすることがない。だからもうまいこさんとよく話すんですよ。で、ね、話してる時にこうやって、でもツイッターでも書いたんですけど、なんかちょっともうちょっと電話かけるね。ダメダメ、今ショールーム向けだから。ショールーム向けの声なの。でも本当に思うもん、入った時まさかまきこさんとなんか真面目な話はするけど、なんか同じこと考えてるんだなみたいな、なんか同じ思考になるとは思わない、ね、そう思ってなかった。だってその時はさ、もう一般人とアイドルなわけじゃん、同じ思考なわけがないもんね、うん。だし一緒、先輩と後輩の、まあ、今も先輩と後輩の関係だけど、そうですよ、なんて言うんですか。なんて言うんですか。そんな自分が言えると思わなかった。チームメイト的な、うん、今チームメイト、イエーイエー、ほんとまやちゃんとしてよかった、イエーイ。全部が全部、まあ、同じ考え方って言ったら違うんですけど、それは違うよ。そう、同じ、そうで、だからまきこさんの弱音とかは聞くこと増えたんですよ。